うん、リオさんはバイクですよね。みんなでしょ。あ、みんなですか。あ、そうか。違うの。それまでにみんなで限定解除してるでしょ。バイク組とオープンカー組で。おかしいな。ツーリングっていう。リオさん免許持ってるんですか、バイク。なんだっけ、中型まで。いいな。みんなで撮って晴れ。いいっすね。それでそういう話だったの。そう。消費するうちらの世代が少なくなってるのと、子供は少ないから、うん、で、その、なんかその人口のピラミッドが変わっちゃったわけじゃないですか。うん、そこが一番根本的な原因なんだけども、うん、なんでそのルールをしないのかなっていうのは、それは日本全体の話でしょ。全体もそうですし、で、今回の会なんですけど、ちょっと課題があるのが、スケジュールの都合で1日、丸1日見れないっていうのはちょっと厳しいよね。半日。え、でも、大学でも県庁、ここでも県庁、大学行って、まあ、大学、ちょっと楽しみですけどね。大学はね、うん、どう溶け込めないよね。その自分と学生とどうやって、この県そのものをどういうふうに捉えてるのかっていうのを知りたいよね。発展しようっていうのは多分、誰も考えてないはずだから。その発展しようって誰も考えてないんだよ。どっから来たんですか。だって無理なのは無理じゃん。いや、そうですけど、それはちゃんと分かった上で、例えばその謎めいた謎大きい大自然の県でもいいし、漁業でもいいし、方向性つけたりすると、住んでる人には暮らしの安心だとかね、住む人だけど、そこは最低限にとどめて何をするか。和歌山県庁行ってきました。はい、今回は過疎対策課ということで、まあ、近年ですね、まあ、人口減が進んでる和歌山なんですけども、まあ、過疎化が進んでるどの地域に対してもまんべんなく、やはり政策として何かしないといけないというところが、やっぱり県庁の差が、まあ、これ差がですね、これまでもあったんですけども、県庁の人が主導して何か しなきゃいけないっていう規制概念が実は自分の中に強かったのかなっていうのが今日発見でしたね。なんでかっていうと、その場に住んでいる住民が危機感を持たないと変わらないっていう一言がすごく印象的で、ということで次は県庁の方に紹介してもらった、和歌山大学、違う、和歌山ラーメンでしょ。あ、そうですね。あ、そっか、その前に、はい、うん、少し地元のね、はい、ラーメン、和歌山ラーメンを食べて、はい、また大学の方に足運びたいと思います。あ、卵、煮卵、煮卵トッピングで、はい、はい、熱でちょっと時間待ってどこ行きましょうか。
大学の後は。あ、まあ大阪行きましょうか。だってまだ和歌山着いたばっかりだよ。何にもないですか。あの2回開発券でカットしなきゃいけなっちゃうどこだっけ、前泊まったらその和歌山城の近くだったんですよ。はぁ、何にもない。で歩いてなんか和歌山市役所ここら辺だったと思うんですよね、うん、なんか何にもないですっていうか、そこは何もないっていうか誰もいないっていうか、とりあえず大学で話聞いて終わったらまたこの辺戻ってきて考えるしかないのかな。お、ついに和歌山大学に入りました。すごいね、この端っこにある感っていうか。端っこにあるか、なんかずいぶん端っこまで来たような気がした。確かに。技術の概要というところで、生体信号を用いずんってあります。1、2の生体信号を用いずんって、この生体信号にもいろいろあるんですけども、筋電信号、今の筋肉のから指令信号が神経を伝わって、その筋肉で微弱な電流が流れて、電圧信号でこう電極で流れるんですけども、そうしますと人間の動きをその筋肉の表面の電極で検出するとなりますと、筋肉いっぱい張るわけですよね、はい、その電極が、はい、で電極ですので汗かいたりしたら検出できないと思うんですよ。微弱な信号ですので、だからね、産業用ロボットの市場というのが6000億から7000億、ご存知でも皆さんの方がプロ野球をしておられると思うんで、日本の産業でそれぐらいなんで、それ以上どうしても伸び悩んでるんです、うん、それは産業用で人間を隔離してひたすら生産効率を高めるために動いているロボットという位置づけですので、どうしても人間の生活と一緒に支援する、人間の生活を支援するようなロボット、人間家庭に入るとか、で筋肉にこうやってやらないといけないそうするのかけなんということで、こちらは逆に言うと、はい、動きを感知し、はい、ですね、そこがやっぱり、ね、考えていろんなものを作っていかなあかんので、そういうようなところの筋電位とか生体信号を用いずに、今のやつ関節の角度とか靴の底にかかる力の変化から捉えられるビッチ信号を使って、というのが、まず一つの大きな理由としましては、それとやっぱり実際の現場で、実際に使われる、はい、ということ、うんうん、私どもの方も、もう2、3年、有田のみかん農家の方に使ってもらって、改良、はい、改良を重ねてますので。ちょっとはい、スリッパに履き替えてもらって、はい、うわー、すごいな、やっぱ失礼します。はい、すいません、ありがとうございます。僕は実験室に入ってます。一応矢野先生の方から事前にお話があったと思うんですが、これは歩行アシストと、それから重量物の持ち上げの時のこの背中の、背中、腰をアシストする目的で、このような形になっています。これが歩行アシスト用の靴です。で、ここの部分に歩行の靴が、というか足がついた離れたという離接状態を無線でこちらに送ります。で、これが無線ユニットですけども、これが持ち上げ用の手袋です。もう親指のところ、両方親指のところに同じようなタッチスイッチが入っています。これで、このスーツをつけた状態でしゃがんだと。で、歩くときには右と左は逆位相に動きますけども、持ち上げのときには同位相に動きます。その同位相に動いたときに、今度歩行者、装着者は持ち上げの状態に入っている。というか、ロジックの判断になります。そうすると、歩行状態で急に止まってしゃがみ出すと、
歩行のアシストをポンと切って次は持ち上げ待機になります、うん、でその状態でコンテナを持ってこの親指のスイッチ両方を押すとトルクが発生すると、うん、で整体するまでトルクを出し続ける、うん、で整体したらトルクを切ると、うん、でまたそこから歩く時には歩行アシストが入るという形になっています。でこれが本体ですね、うん、ここに中央 CPU、 あとはこのモーターとモーターのコントローラーが入っています。以前はここに全部つけてたんですけども、非常に腰回りが大きくなりますので分散させてます。以前はパソコンで全部、はい、操作をしてたんですけども、まあ、農家の方特にパソコン持っているともうパソコンだけで非常に嫌悪感を持たれるんで、まあ、どうしたらいいんかいなということで、まあ、このようなスマートフォン、これ Android の端末なんですけども、その Android 端末用 の、 アプリを開発して、そのアプリで起動するようになってます。でこのままアプリを立ち上げていただいて、でまずコイスとの更新を、オープンにされるときはこの画面をちょっと画面は、はい、大丈夫です、ちょっとぼかしてもらって、はい、分かりました、うん、高井ちょっと上げてみて、それこれ、うん、あちょっと重たい、これは結構20度だった、結構あるんだ、うん、結構そう重そうに持ち上げないと、うん、結構今男らしかったちょっともう一回ふそれ20じゃないそれをアシストを使うとアシストを使うからね、こんな感じですね、装着して、装着したいです。装着したいです。はい。すごく。なかなか見てるだけではなく、力は。僕もしたいとか言って。まあ、使い慣れてきて、はい、もうちょっと力欲しいなという時に、うん、ちょっと値を変えてもらえれば。強くなってきて。先生、ちょっと腰回り見ていただけますか。はいはい。はい、うん。そうです。自社でやってるじゃん。はいはい。全然やっておられます。うん、これバッテリーですか、今のもの。今のバッテリーですね。アシストをすべき場所とすべきでない場所っていうのは歩行パターンの中にはあるんで、うん、そういう余計なことしたらどうだろう。足が離れるとどうしてもこう、あ、そうですね、うん、出ます、うん、あ、でもちょっと持ち歩く、これで止まったらもうモードが変わって、手袋を押してくださいと、そうです、これがもっとパワーがあると怖いから、怖いです、うん、体が壊れちゃいそうな、農家の方はこれ以上いらない、そうかもしれないですね、怖いんで自分の体が楽なんだね、はい、ではちょっと練習をしましょう、はい、そのまま腰をこう曲げてください、腰だけ曲げる、はい、腰だけ曲げてください、はい、でそのままこの親指をこう両方一緒につまんでください、おー、そうです、マジ、そうです、でその時に自分も一緒に上がってください、はい、そうです、それが乗るという感じ、すごいな、こうやって、そうです、あ、はい、大丈夫です、その感じで、ちょっとまず親指使わないで、はい、使わないでやってみてください、あ、まあ重いですよね、はい、怖いな、これ楽だ、うまいですね、使い方、うまいですか、うまいです、うまい、ちょっと待って、1回ぐらい足分かる、分かる、おー、意識されるすごいすごい、あー、本当だ、こうパンパンってですね、ちょっとやってみましょうか、このままで、はい、感じですね、おおそんな、すげー、そんな勢いでやる、ちょっとそれ役者じゃないの、結構力入れてすごい、すごいな、これすごい、久しぶりに商店街アナリスト復活、人がいないんですけど、スクランブルである意味がない、車も人もいない、thank you.
もね、ちょっとね、ほんまにね、シャッター通りでね、お客さんも誰も通ってなかったんですけど、はい、最近若い人がなくてね、若い人がちょっと増えた、うん、他に行ってたのがちょっとここら辺また戻り始めたみたいな感じですか。戻ってきてるみたいな感じですね。そうですね、はい。ほんで、なんかね、はい、私は学生でもさ、はい、いいショップもいっぱいあったんですよ、うん、お店もデスクもあったし、うん、あの日っていうんですか、はい、今のサティとかビブレとか、はいはいはい、ああいう系のお店もいっぱいあったんで、大丸とか、うん、それがもう全部シャッターで潰れちゃったんで、うんうん、そうです。戦略かって聞いたけど、なんか深い思いがあるんでしょ、空港には。すごいな、昼間から。昼間からね、食べて飲んでますね。